それではいただいたメッセージをご紹介しまししまょうのちゃんとしてくれとたくさんいただきましたラジオネームひまわりさんですね。去年の年末会社の忘年会の幹事を決める時「僕やりますわ」と若手の A 君が手を挙げ「うん、場所もいいとこ知ってますんで」というので任せることになりました、うんえー、当日連れて行かれたのは会社近くのファミレス。えっ、ー 予約もしておらず年末の土曜日家族連れでにぎわう激混みの待合室で総勢30人全員無言で順番を待ちましたマジでそれより出席は無理なのでみんな4人ずつバラバラに座りましたあれはもう忘年会ではなくただの食事ですやのこ A 君は帰り際予約とか面倒くさいじゃないですかやっつけ仕事でしたけど「終わりよければすべてよしいや楽しかったっすね」と幹事をやり遂げた満足感でいっぱいというすがすがしい顔でした。 忘年会ってこんなんとちゃうと思います自分とやると言ったからにはちゃんとしてなんやねん、えー、ち,ょっちゃんとしてはいでほんま でも、もうこの人の中ではちゃんとしたんでしょうね、これ。これの、あ、ちゃんとしてるねこいつは。むしろ、一人もこんなんじゃ。じゃ、そういうことですよ。こんな人が仕事できると思えないですよね。ラジオネームナースのゆで卵さんです。朝から旦那が生活費の二十万なくした。家中探しているので、一緒に探していると、お前が机の上片付けたからや。と、わけのわからんことをぼや。ぼほざきやがりました。その一言で、私も探す気も失せて、むしろ腹が立ってきて、言い返すと、もちろん喧嘩になりました。 元はといえば旦那がきちんと置く場所に置いていないのが悪いのに、うん、ちゃんとせえよ通り越してほんまええかげにせよえよ、ー、とりあえず今探していますがまだ探してねもう20万大きいぞえー、んなもう生活費の、えー、どれにあるやんあるやんうちもお父さんとお母さんので一回何年か前にそれあったんですよ<万>お父さんが置いといた生活費がな見当たらへんって探して探して家中探したら新聞の間から出てきたんですよそそ<ー>それれだだららしなないまたかがど ちがどうなのかわかんないですけどよかったって言ってあればよかいいですけどねそうやこれなかったらまた揉めますよラジオでもお腹すいたさんですねうちの近所のガソリンスタンドの話です冬の間毎年いつも手書きの看板が出ています丸月丸日灯油を買われた方それはガソリンですマジか。危険なので連絡くださいごめんなさいだいたいその看板が三つぐらい出ていますほんまに危ないからちゃんとせえやほんまやな 何もないでしょ。 むちゃくちゃだよ。ちゃんとせよですね。ほんまにこちらです。冬さん59歳の方です。スーパーでお米を買ったんです。生産年度の表示がないので、うん、店員さんに聞くと26年産だと思います。との返事でした。うん、思いますって、どうよ。26年産なら26年産でいいでしょと思いつつ、10キロのお米を3袋買って、うん、帰ってから、念のために袋に書かれた。電話番号に電話して聞くと、うん、25年産とのこと。 そんな古いお米三十キロもいらんわと思って、すぐ返しに行きました。うん、いい加減な返事は困ります。ラジオネームしゅうくんですね、えー。僕の高校時代からの友人ですと。と、うん、その友人は僕と同い年の大学の三回生。もちろん、ええー、大人なのに、時間を全く守れません。うん、朝十時集合ねと言っても、朝十時にごめん、今起きた。寝坊したという連絡が来るのは日常茶飯事。ひど、うん、い時には遅れるという連絡すら来ません。 こいつは時計を持っているのかと、待ち合わせをするたびに思っています。うん、今ではもう松川のこちらも限界で、その友人とは連絡すら取っています。うう時間ぐらい守ってほしいものです。うん、出るの遅いやつおるな。うん、この松だ。急馬遅いねん、いつも。出んの遅いねん、急馬。みんなで、だから、うん、あの高校生のダンサーの子もおったから。うん、その子らはもうはよ帰らなあかんやんか。はい、だから、まあ、それでも、まあ、一応千秋楽だからさ。 あのみんな乾杯をジュースとかでなジュースとかでま乾杯しちゃらんは俺は別で打ち上げは言いたいねんけど「だよせえ!」って言うてもう全あいつおれへんかったら乾杯できへんねやな時間過ぎるしさ劇場から出ていけへんやつとかな楽屋からな俺らが今喋ってるやろ なん全然出ていけへんとか俺とバラでずーっと仕事,話よ仕事の話してんのに結構真剣に「ああだこうだ」言うてんのに千、うん、い楽屋やねん4畳半やねん祇園の楽屋ってなそこにずっとおんねんずっとおんねん水玉の秋が <laughs> で俺もう出ていけへ <laughs> <で>かみたいな <laughs> おいちょもう秋出ていけっって,って <laughs> 仕事の話してんねん <laughs> ソナーと一緒にどっか行きたいから待ってたちゃうちゃうちゃうよくわかれへんよくわかれへん俺ら今これ神経なの遊びの話じゃないけど結構神経な話だとったらでげてできるこちらですペンネームラジオネーム柿の種さんですある市民病院でひどい暴言を言われたため市役所の担当課に電話しました電話を受けた担当者はあなたの思い出話はしっかり聞かせていただきましたが私はその様子を見てませんので知りませんとのこと さらに説明しようとする私の話を遮り、はいはいはいと言いながら。私が話している途中で電話を切られました。民間企業ではありえませんよね。ちゃんとしてほしいです。えー、あなたの思い出話やって。もうこういうのってね、やっぱり家の前に録音しといた方がいいです、ね。ほんまですね。<こ>聞いただけで頭くるわ。こ,こういう人って上に上げられる時にもう。急に態度変えますからね。ね、うん、変える変える。<ー><ー>ラジオネもムこすりすぎさんですね。はい、えー、細かいことなんですけども、学校帰りの小六の次女と。小二の三女です。 うん、サザエさんのカツオや暴れ発着みたいに家に帰ると同時にランドセルやえ手提げバンを掘り投げてすぐさま外に遊びに行きます、うんうん、カバンの中身が散らばっているも構いなしで家を飛び出して行ってしまいます <laughs> 何度叱っても効き目なし「おいおめえたち女だぞしっかりしろよ」とちょっとやんちゃな女の子。でもやっ,やっぱり正月とかさいつも集まるけどさ、うん、やっぱ動かん女の子と動く女の子とはっきり分かれんのな。うん <laughs> やっぱり動く女の子ってやっぱりこう魅力的に見えたりしますよね。やっぱり女性はそういうところ。なあ、そういうところ大事だね。さあ、たくさんいただきましたがどなたにしましょうか。初めに読んだ忘年会かな。感じね。ひどいな。<ー>自らやるという、ね、勝手出たものの、うんうん、ラジオネームひまわりさんに現金三千円を差し上げましょう。今日のテーマはちゃんとしてくれ。たくさんのメッセージをありがとうございました。